はい、私です。最近世間ではね、もうコレラウイルスが中国で爆発的に広まってると。死者も出てて、日本にも広がったり、各国でも発症者が出たりしてる。まあ新たなね、病気が、感染病が見つかったのかな、なのかってとこですけど、まあ、そこでね、私が大好きなブラックジャックというね、漫画、原作漫画だね。それに、その話に、縮むっていう話があって、まあ、それも、まあ、ブラックジャックっていうのを知らない方のために軽く説明すると、まあ、医者の話ですよね。天才的な技術の、凄腕の医者が、手術で、まあ、人を助けるっていうお話なんですけど、まあその物語の本筋のとこではもう立派な石なんですけど、ブラック・ジャックがね、すでに。でもその、や医科大学とかね、行って医学の道で学ぶにあたって、やっぱ先生だった人もいるわけで、ある日そのブラック・ジャックのもとに、その先生のうちの一人からね、今アフリカの方で新しい伝染病が流行ってて、でもう動物も死にまく動物がね、特に死にまくってると。だから君の助けは必要なんじゃ、ブラックジャック君、みたいな手紙が来て、でよしと、こう重い腰を上げたでもないけど、ブラックジャックがそのアフリカに行くってとこから話が始まるんですよ。その縮むという話ね。で、まあどんな話かっつうと、アフリカに行ったブラック・ジャックがね、空港から、まあガイドみたいな人に車に運転してもらって、で博士のいる研究所に行くわけなんですが、まあ、そこでは博士とそのペットのオウムとで、まあ一人と一匹みたいな状況でその伝染病の研究してたんですけど、まあブラックジャックがね、その博士、まあ先生か、先生って言ってんだね、先生って言ったんですけど、戸隠先生だったかな、名前確か。まあその先生の研究室の中入ると、まあすごい精巧にできたね、ライオンの、まあ模型みたいなのがあったわけですよ。でも、ほんと子猫ぐらいのサイズなんですよ。で、ブラックジャックがその先生にね、これよくできた模型ですねって言ったら、先生曰く、その、いや違うんじゃ、ブラックジャック君、今アフリカで流行っとる伝染病は、もう感染した生物がどんどん縮んでいってしまう新たな病気なんじゃと。で、先生はもうめちゃめちゃね、もちろんブラック塾の先生ですから研究してるんですけど、全然見つからず、その、何？病気の正体とかもつかめず。で、だいぶ困ってるから、まあ、ブラックジャックの手を借りたいというわけで、そこから2人研究するんですけど、全然その正体つかめず。で、まあ、何週間いるうちに、で先生の服とかね、ちょっと丈長くなってないですか、服のサイズ合ってないですよってブラックジャックが言うんですけど、でも先生はね、あ、気づいてしまったか、ブラックジャック君、みたいな、こう神妙な面持ちで、
実はこの感染病は人にも感染するんじゃ、だからもうわしは感染しとるんじゃと。先生も実はその伝染病に感染してて縮んでって、服がでかくなったというよりはもう先生が縮んでると。でも もうブラックジャックもおそらくかかってるから、もう逃げれんぞと、ここからわしと一緒にこの病気を解明しようじゃないかと、こう、まあなんつうんですかね、医者魂に火をつけるというか、まあちょっと諦めかけてたんですよね、もう無理だよみたいな。でそこでこうちょっとケツを蹴るみたいなところで、でまた研究を再開して、でブラックジャックは研究してるんですけども、先生の方の病状がひどくて、もう本当子供ぐらいのサイズまで縮んじゃってるんですよね、先生が。もう来た時の本当半分くらいのサイズになってて、でも体調もみるみる悪化し、寝たきり、立ち上がれなくなってしまって、意識はあるんですけどね。でも、そこから何週間も経ち、でも全然わかんなくて、もうブラックジャックが、どうすりゃいいんだみたいなね、頭抱えてるんですけど、でもその、博士と一緒に研究室にいた、研究所にね、いた、オウムが、サイズ変わってないってことに気づいて、でもしかしてこいつなんか知ってるんじゃないかと。研究所からこう飛び立ってね、窓からどっか飛び立って出かけた、そのオウムを車で追いかけると、縮んだ動物たちもういるんですけど、縮んでない動物もいて、でその動物たちの群れに近づくと、どうやら穴を掘ってるんですよね。でその土をこうなんかもさもさ食べてると、もしかしたらこの土こそこの病原菌に一矢報いるための何かなんじゃないかと思って研究を進めて、ブラックジャックがついに抗体を見つけるんですよ。これで成長を食い止められる。で、先生に、先生できましたよと。これで成長が食い止められるんです。言うんですが、もう先生はね、もうベッドでこう、辛そうに、それは、ブラックジャック君、君が使いたまえ。わしはもうダメだと。で、この病気がもしかしたら正体なんかないのかもしれんなと。あえて言うなら、もう神からの、神のその仕業だと、この病気は。この地球というね、限られた星の中で、まあ、増え続ける人間も動物も、その限られた中でやっていくには、生物がその体を小さくしないとダメなんだというね、それを神が言ってるんじゃないか、わしはそう思ったんじゃ、ブラックジャック君と先生が言うわけですよ。そして、まあ、もしそういうね、病気が縮まないといけない病気があったとしても、人類は増えていくんじゃろうなと言い残して死んでしまうわけなんですよ、先生が。そしてベッドの上で亡くなった先生をこう抱えて、外に出たブラックジャックがこう
天に向かってね、おい神とやらっつって怒り出して、もしあんたの言う通りこの人が、人も生物も殺されるとお前に、お前に、じゃあどうして医者は何のためにあるんだ、医者は何のためにあるんだっていう名言がその話で生まれたんですけど、そのね、まあ、ブラックジャック読んだことある方は分かると思うんですけど、まあ大体ね、どんな病気、どんな、怪我とかが相手でもブラックジャックという医者はね、解決するんですよ。もうどんだけ、まあ、無免許医なんでものすごい大金要求するんですけど、まあ、金積まれたら直すと、逆に言えばね。でも、まあ、本当金もそんな払われてない、言ったらその、まあ、恩があるからという理由で先生に頼まれた依頼で、その先生も救えないというね。そしてその病気に対するその独自の見方人工調整のためのために引き越されるじゃないかというね。そして医者が何のためにあるんかというのを医者の漫画で言わせるというそのメッセージ、私はもうね、もうそこが好きなんですよね、ブラックジャックの。一概にそのね、救うわけでもなしに、救えるわけでもなしに、病気と、でも病気と向き合う主人公というところで、本当にね、まあ多分漫画もアニメもあるんでね、アニメはね、声あの大塚さんが当ててますから、秋夫さんがね、もう医者は何のためにあるんだっていう、その超かっこいいんで、もうそれだけ聞くでもまず聞いていただきたいですね。でも絶対そのストーリーがね、飲まれると思うんで、その一言を聞くために見たストーリーにね、ぜひ見ていただきたい。でね、あの本当に今リアルライフでコロナウイルスを研究している医者の方々は諦めないでいただきたいね。何のためにあるんだじゃなくて、もう本当に治ってほしいというね。まあ久々にこの時事ネタに関する話でしたけど、いかがでしたでしょうか。ちょうど日が昇ってきたね。というところで今回ここまで、ありがとうございました。プレイしたというかね、この何背景だったゲームは GTA グランドセフトオート5でした。うん、いいロケーションになったんじゃないかな、この枯れ木と日の昇る海。はい、まあそうですね、ブラックジャックの縮むという話を取り上げて、コロナウイルスの発病、出現と絡めて、個人的にこう、こういう手塚治虫の視点を紹介できたら、お伝えできればよかった、いいなという、そういうお話でした。ありがとうございました。
私でした。